ん、急いで。さあ、ここからは私たちの仕事ね。でも、ガンダムだけ先行して大丈夫なの？この先で、彼らが出会うんだよ。史実通りにね。じゃあ、私たちは邪魔者を通さないようにしないと。そういうこと。さあ、どんどん来るよ。小隊長さん、片っ端からやっちゃって。上の段からも撃ってきてる。気をつけて。展開。こんなはずでは。当てる。オールレンジ攻撃。当たれ。肝心な時に行かせません。テリア。ザッ。テリア。これでザッ。邪魔をして乗れた。ぜい。アナベルガトー出るぞ。連邦の白い悪魔め、幾尺の英霊たちのために死をもって償ってもらう。青いゲルググ。アバオワクー統一軍ドロワ所属、サンマルヌ哨戒中隊中隊長アナベルガトー隊員。噛まずに言えた。ガトー隊員、凄腕なの？ソロモン撤退戦で連邦軍に大打撃を与えたエース。私を阻もうとはいい覚悟だ。アムロ少尉のところに行かせるわけにはいかない。小隊長、踏ん張って。直撃させる。正直というものだ。この程度。いいじゃん。こいつでどうだ。チーマネを。うわあ、機体が。仕留める。まだやれるぞ。よくない。邪魔すんな。あんなに何て力。ザッ。おとなしく沈むがいい。邪魔だな。私を敵に回すには君はまだ未熟。すごい強いんだけど、これ何ググ？普通にゲルググだけど、正確には一部のエースに支給された先行量産型。確かに、こんな強ググをアムロ少尉のところに行かせるわけには。志すら持たぬ輩に止められると思うな。こっちにだってこっちの志があります。意気込みはよし、だが相手がひよっこではな。あと3年もすれば小隊長の私もすごくなります。3年もすれば宇宙世紀 0083 か。ガトー隊員、すごい男になってるんだよね。そこか。落ちろ。避けないの。さあ、このガトー断じて引くわけにはいかん。邪魔だな。ぜい。バカ正直というものが。当たれ。そこか。どいてる。この礼を言う。誰待たせ。衝撃させる。行け。何が起こったのだ。展開。かかっておきな。何が起こったのだ。はい、地球をお戻りください。ドロワが沈みました。バカな。あのドロワがすでに撤退命令が出ています。ここで生き恥を晒すわけにはいけません。総帥直属艦隊の司令から必ず隊員を収容するようにと。あと一息というところで。終わりはしない。邪魔をして。バカ正直というのは当たれ。何してんだ。何が起こったんだ。悲しく沈んがいい。ザッ。出た。そこで。まだだ。このままでは終わらん。ザ
オールレンジ攻撃展開。いけ、オールレンジ攻撃。ガト隊員、もう時間だ。心差し仲間にして無念。アナベル・ガトー隊員、強かったわね。後で士官学校の教本に載っちゃうくらいだしね。そして3年後もすごいから。え、私よりも。さて、アムロ少尉さんを追わなきゃ。ガンダムが抜けていった各駅の先を急ごう。始まりの戦い。そうか、この7年後、アムロ少尉とシャー大佐はエウーゴで、そしてその後もね。とにかく奥を目指そう。回り込むしかないわね。小隊長、進みます。さっき2人が言ってたララーって誰？ララースン少尉。プラナガン機関で育成されたニュータイプ。才能を見出したのはシャー大佐さん。その人もこのアバオアクーに。もういないよ、ガンダムに撃破された。まさかアムロ少尉が。避けようのない不幸な巡り合いだったんだよね。彼女を見出した大佐、分かり合った少尉、二人の運命に関わる大切な人。キルマンジャロが二人が話していたのはダラーさんのことだったのね。行け。アバオアクーは落ちるよ。ギレンザビ総帥は公式では戦死。さっきガトー大尉さんを回収した総帥直属艦隊みたいに撤退を始めてる部隊もあるし。地球連邦がこの戦争に勝つ。ソロモンの悪夢、そしてキターンズ、ガンダムの歴史が始まると言ってもいいかも。現実の私にとっては未来のことだから、なんとも複雑ね。これはシミュレーションだから、ミル姉さんの未来が必ずしも同じになるとは限らないけどね。この戦いの頃、私や小隊長はどこにいるのかしら。どいてくれる。この先の各駅、アムロ少尉さんが戦ってる。小隊長、スイッチを押して見届けましょう。最初のガンダムも最後の戦いを。当てる。アムロ少尉。ユナさん、ホワイトベースのみんなは今のところ無事だけど、早く少尉さんが助けてあげないと。僕が。もう少しで私たちは勝てる。あとはシャーズナブル大佐を見せてもらおうか、君たちの。シャー、なぜララを巻き込んだ。君、ララーは戦いをする人ではなかった。それが許せんというのなら間違いだな。何？戦争がなければララーのニュータイプへの目覚めはなかった。それは理屈だ。しかし正しいものの見方だ。行け。そこだ。
そこか。もらった。オールレンジ攻撃。当たれ。肝心な時に展開。やるな。そこ。貴様は自分がいかに危険な人間か分かっていない。素直にニュータイプのありようを示しすぎた。だから何だと言うんだ。人は流れに乗ればいい。だから貴様を殺す。本当の敵はザビ家ではないのか。私にとっては違うな。助かる。捕らえた。この私を捕らえるとはやるな。落ちろ。私から逃げられると思っているのか。こんなところでまだやれるぞ。展開。この程度の攻撃どうということはない。オールレンジ攻撃。そこか。やるな。そこだ。直撃させる。足はせん。この程度。やらぬザレ事に付き合うつもりはない。まだ動く。ぜひ叩く。やった。捕らえた。落ちろ。いけ。まだか。こんなところでもらった。そこがくさ。いただく。なに、なんなの。頭の中に声みたいなものが。イノ姉さんどうしたの。歌。今ララが言った。ニュータイプは殺し合う道具ではないって。今という時では人はニュータイプを殺し合う道具にしか使えん。ララーは死にゆく運命だったのだ。貴様だってニュータイプだろうに。その力でなぜ彼女を救えなかった。僕が貴様だったなら。なら同志になれ。そうすればララーも喜ぶ。正気か。貴様は野放しにはできんのだ。彼はこの後エールゴに当てる。しろ。見えている。もらった。薄く切ったか。この私が焦っている。まさかな。逃がしはせん。助かる。直撃させる。展開。オールレンジ攻撃。いけ。この私をこうも追い詰める敵とは。この程度。いけ。いただく。そこだ。死体が。もらった。遅い。そこか。ありがとう。じゃあな。私からのためだ。当たれ。受け取るがいい。バカな。私が押されているだと。ちさあ。違うか。たかがメインカメラをやられただけだ。シャアだって分かっているはずだ。本当に倒すべき相手が誰かということを。いるな。死ね。
ユノ、一年戦争終わった。ユノ、決着。ガンダム、ジオング、決着。待って、あの二人の戦いが連邦とジオンの戦争の全てじゃないわ。サクラ、戦争はあの後どうなったの？終戦なのよね。うん、キシリアザビは撤退途中に戦死。これでザビ家は事実上崩壊。ジオン公国は新たにジオン共和国を成立させる。共和国の臨時政府は地球連邦政府にすぐに終戦協定を持ちかけ、宇宙世紀 WO80 1月1日、終戦協定が結ばれたのね。確かジオン公国が宣戦布告したのが79年の1月3日。だから一年戦争か。さっきも言ったけど、 G ユニバースで起きていることは過去の歴史そのものではなく、シミュレーションの結果だからね。だからユノ姉さんが生きる歴史がこの結果の通りになるとは限らない。例えば蝶が羽ばたいただけの小さな出来事でも歴史の分岐点になり得ちゃう。シミュレーションとは全く違った結果になるわけ。バタフライエフェクトってやつね。なら蝶よりもはるかに影響力を持つものが歴史に投入されたとしたら、それがもしガンダムだったなら